今からゆっくりご説明しますので、はい、トピックスもこの後出ますがよく聞いてください、うん、オーケストラコンサート2022エオゼアンシンフォニーに関してプレイヤー向けチケットの追加抽選販売を行いますというお知らせです、はい、でまず概要ですが12月17日18日来月ですねに開催されるファイナルファンタジー14オーケストラコンサート2022エオゼアンシンフォニーのチケットについて皆さんから非常に多くのご要望をいただいているため、プレイヤーの皆さんを対象とした追加抽選受付を本日より開始いたします。うん、抽選です。抽選販売をもう一度実施いたします。うん、で、抽選応募締め切りが本日から11月16日、来週ですね。来週水曜日の23時59分まで。もう開催まで間近なところに無理やりねじ込んだものですから。はい、期間とか大変短くなっておりますので、うん、希望される方は忘れなずに申し込んでください。で、今回追加されるチケットについてご説明します。こちらも大事なのでよく聞いておいてください。はい、今回販売されるチケットは2種類ありまして、注釈付き A 席という種類と、うん、ステージプラン確定に伴い追加される S 席の2種類があります、はい、でまず簡単な方 S 席はこれまで抽選販売とかしてまいりました S 席と同等です、うん、いろんな会場が最終的な調整した結果追加でお出しできる席ができたということで、はい、そちらをねじ込んだのがこちらの S 席ですね。で続いてこの注釈付き A 席というものですが、うん、こちらの方をご説明します。こちらはステージやスクリーン演出出演者の一部が見えないお席となります、うん、はい、で本来は販売予定がなかった座席なんですがより多くの皆様にご来場いただけるように追加販売することといたしました、うん、ですので注釈付き A 席をご選択される際はこの点をあらかじめご了承いただいた上でお申し込みください。はい、という内容になっております。下まで行っちゃう？行きますね、うん、で、もともと本来は販売する予定がなかったところを、うん、今回無理やり捻出している都合もありますので枚数が非常に少なくなっておりますので、はい、プレイヤー先行抽選ですでに当選されている方は今回の抽選の対象外となります。すで、うん、にチケットお持ちの方はお申し込みできませんのでご了承ください、はい、そして今回購入できる枚数はお一人様1枚までです、うん、こちらも少しでも多くの方に来ていただけるためですのでどうぞご理解ください、はい、そしてもう一つ今回販売されるチケットはチケットリセールでの出品をすることができませんのでこちらもあらかじめご了承ください、はい、で詳しくはもろもろ改めてトピックスで公開もされますのでよくご確認いただいてからお申し込みお願いいたします。でまあちょっとこれなんですけど、はい、まあ確かにそのもっと開催数増やしてとか、うん、その配信してっていうのもまあ分かるんですけど、まあやっぱできないものはできない、はい、そのまあどうしてもやっぱ音にこだわった公演を県がやりたいっていうところもそうですし、はい、そのあれだけの規模の楽団を日本全国ツアーとかは無理なので、まあどうしてもねそれでも最大規模なんですけどやっぱ変えない方たちのこうお声をまあ見ていてなんとかっていうので、うん、もうスタッフが駆けずり回ってなんとかいろんなところに頭を下げて少しでもなんとか売れないでしょうかと、うん、出せないでしょうかっていうのでちょっとかき集めてきた席なので、はい、そのまあ注釈付き A 席っていうのはいわゆる一般的に言われる見切れ席、そうですね、本当はちょっとあまりいい場所じゃないから出すのはやめときましょうという、うん、ね、ステージの吉田なんて別にどうでもいいんですけどちょっとね演奏の一部が見切れてしまうなとかなんですけど、絶対スクリーンがね、そうそうそう、であとはまあ演出がいろいろ確定してきたので、はい、ごく一部のそれもなんかこう機材とかいろんなリザーブにしてた部分も、うん、もう限界まで少しでもお越しいただけるようにかき集めてきたという席なので、はい、ざっくり言うとですね、イメージ注釈付き A 席の方が多いです。席数は、はい、この S 席の方が、うん、まあ少ないのは少ないです、割合。まあそうですね、はい、これこの後抽選ページが開くので、はい、まあこの公演の
どっちのに、その、注釈付き A 席なのか、はい、S 席なのかってご応募していただくことになるんですけど、うん、お一人様に、ね、一、はい、つしかご応募できないので。そうですね。申し込みも一箇所のみですからね。そうなんです。なので、お話ししておくと、注釈付き A 席の方が多いのは多いです。うん、結構な、差があるので、いや、ダメだ。もうその、せっかくなんだから、もう行くんだったら S なんだっていう方は、もうもちろん S でご応募していただければいいんですけど、比率が結構違うので、そこだけはちょっとお伝えしておかないと、はい、後でね、いや、もうなんか全然違ったじゃん、数って言ってくれればよかったのになりそうだったので、数は結構違うので、お願いします。で、各公演、はい、一応数百ではありますけど、うん、はい、なんとか確保できているので、今回本当にスタッフがいろんなところに頭を下げまくって短期間で準備してくれたので、数百ではありますけど、なんとかそれぞれの公演に確保できたので、ぜひそのもう行くぜと、なんとしても当たったら行くぜという方、うん、ぜひご応募していただけるとありがたいです。あとちょっと1個だけ申し訳ないんですけど、はい、その元々の A 席と、注釈付き A 席、うん、額面が一緒になってます、はい、でなんか見切れなんだからその値段下げてよっていうお声も、うん、まああるかとは思うんですけど、ちょっと本当大急ぎでかき集めてきたので、もうちょっとシステム対応とかができないので、ちょっと額は同じになるんですが、そこはすいません、ご了承いただけると助かります。はい、はい、というわけで、はい、で抽選にはなりますんで、はい、そうですね、はい、ご応募いただければと思います。はい、はい、ので今吉田さんの話も踏まえて、うん、まあ、それでも申し込もうという方はですね、うん、来週水曜日11月16日までに申し込んでいただいて、はい、抽選結果をお待ちいただく、うん、そうですね、ということになりますので、はい、よろしくお願いします。すいません、はい、